こんにちは、ステロカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズはライカのですね、幻と言われるオールドレンズ、ヘクトールの 73mmF1.9 のですね、スクリューマウントになっております。はい、ご覧の通りヘクトールですね。ヘクトールというのはですね、このライカのですね、レンズ設計を担当していたレンズ設計者の飼っていた犬の名前だというですね、のは結構有名な話ですね。はい、このヘクトール 73mm、はい、F1.9 というモデルのレンズになっております。ご覧の通りブラックペイントと、下地が真鍮のですね、モデルとなっております。はい、非常にレアな玉でして、73mm という、画角からですね、ポートレートなどにも、よく使われるレンズですけれども、その開放のにじみとかですね、写りの優しさ、柔らかさなどがですね、非常に高く評価されているですね、オールドレンズになります。はい、オールドレンズ好きのですね、お客さんにも非常に人気の高いモデルとなっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。中古市場でもですね、かなり数の少ないモデルとなっておりますね。出物が少ないですよね、やっぱりね。はい。ということで、今回はですね、かなりのレア玉になっておりますので、はい、ぜひお早めにチェックしていただけたらと思います。では、外観から見ていきたいと思います。ご覧の通りですね、非常に年代物のレンズとなっておりますので、メリスク、すれ当たり、へこみとかいったものはないんですけれども、こういうペイントのロスですね、あとこのローレットのすれ、摩耗などがちらほらと見える感じになってますね。ご覧いただいている通りの状態ですね。こう当たったりとかですね、落下してへこんだりとか、歪んだりなんていうことは全然ないんですけれども、こういう摩耗ですね、もう経年の摩耗とか、こういうすれといったものはどうしてもある感じになりますね。はい、このバルナックライカ用のこのスクリューマウント、ねじ込み式のこうマウントなんですけれども、バルナックライカだけじゃなくてですね、こういった LM アダプターですね、こういったのをご使用いただけましたら、ライカの M 型のですね、フィルムカメラだけじゃなくて、現代のですね、M9、M10 のような M 型デジタルカメラでもご使用いただけますし、ソニーの α7 シリーズのようなミラーレス一眼にもご使用いただけるマウントになっております。はい。でもってですね、絞りの動きも軽快で滑らかですね。羽の痛みとか、油の乗り、羽の錆汚れなどもないですね。で、レンズなんですけれども、この前玉、後玉ともに、曇りカビ、バルサム切れ、チリホコリの混入なども見えない、非常に綺麗な状態となっております。はい、戦前のレンズになりますので、コーティングがないノンコートレンズになってますね。でもってですね、この時代のレンズは製造時にどうしてもですね、技術的にこの気泡が入ってしまうんですが、ビデオだと全然見えないかもしれないんですけれども、こう目視で確認していただくと、この点々がですね、すごく見えるんですね。ビデオだと本当見えないですね。こう見るとですね、曇りもカビも、ゴミちりも全く見えないんですけれども、目視でこうライトとか透かしてみるとですね、この黒い点々がですね、結構たくさんあるように見えるんですけれども、これですね、ルーペで見ていただくとわかるんですけれども、全部気泡なんですね。
これは、製造時からずっとあるものですので、撮影して画質に影響が出るような歌詞では全くありませんので、ご安心いただけたらと思います。はい、それだけ一応ご留意くださいね。はい、あとはピントヘリコイドもいっぱいまで滑らかに一定の努力で動いております。動きムラとかですね、グリスの固着などは全くありませんので、快適にご使用いただけると思います。付属品がこちらのリアキャップと、リアキャップこれですね、はい、これと、もうおまけの、まあ、ノンブランドですけれども、レンズ保護用の UV フィルター、これをお付けいたします。はい、せっかく綺麗なレンズですので、できればですね、こういうレンズ保護用のフィルターをですね、つけっぱなしでご使用いただけたらと思います。あとはこれもノンブランドの、はい、おまけですけれども、レンズキャップ、こちらをお付けいたします。はい、ということで今回はですね、かなりのレア玉で、探している方もですね結構いらっしゃったかもしれませんね。ライツヘクトールの 73mmF1.9 ブラックペイントのモデルになっております。もちろんこのまま撮影にご視聴いただいて全く問題ない状態の、個体ですけれども、念のため末永くお使いいただくために、全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。整備後のお届けを実施させていただきます。はい、ということでライツの、はい、人気希少なオールドレンズヘクトール 73mmF1.9 のブラックペイントになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。